小田切君も元気そうで、藤岡先輩も今年は君の店で OB 会やろうと思って。34人はい、キャッシュレスいけるよね。あ、現金だけなんです。ああ、じゃあいいです。ええー、あなたのお店をキャッシュレスに、エアペイリクルート。